はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビーシュです。では今回は維新の嵐幕末志士伝土方歳三物語続きをやっていきたいと思います。時期的に第二次長州征伐がね始まろうかという局面だと思いますので、まずはそこまで進めていきたいと思います。歳さんということでイベントですね。ついに長州征伐の軍が動くそうだということで、第二次長州征伐、ここから始まっていきそうです。はい、ここから第二次長州征伐になります。はい、ということで第二次長州征伐のイベントをご覧いただきました。まあ、実際にはこの第二次長州征伐に関しては薩摩藩もね実質非協力的だったと言われていますし、西国諸藩もね長州藩に、同情的な思いを持っていたところも多くて、すごく幕府軍の士気は低かったっていうのがね、失敗に終わった一因だったのかなというふうにね、いろんな、資料とか見ると思えます。ではまた続きを始めていきます。土方副長よろしおますか。これ京都弁なんですかね、 おますかっていうのは。武田藩のことでちょっと妙な相談を受けましてな。これは9番隊隊長か何かに任命をしていたと思うんですけど、これによってまた党内の新選組のね、組内で粛清合戦が始まらなきゃいいなっていうところですよね。
イベントをご覧いただきました。どうなんでしょうね。戦国時代とかはね、結構そういう話はあったようですけど、この江戸時代末期にもね、まあ、こういう話はあったんでしょうかね。僕はちょっと全くよくわからないですけど、もしかしたらやっぱりこの戦国期から江戸時代にかけてはこの手の話はあったのかもしれないですけどね。今度は三之助がやってきました。調子はどうすかっていうね。三之助に子供が生まれたか。僕もね、ちょっと子供欲しいんですけどね。なかなか、こればっかりは、お金でどうこうって話でもないので、難しいですけどね。続いてイベントです。三条橋の警備を新選組がやることになりましたというところですね。長州の財を正した橋の高札が尊王浪士に壊されたということで、まあこれをね阻止しようという動きだと思います。これでねまた新選組が長州なり反幕府側から恨まれる要因が増えるんじゃないかなと思うんですけどね。で、このままじゃあイベントの方を見ていきましょう。はい、では河原町の方にやってきました。高札を壊す連中を捕獲していきましょう。下手人が現れました。急行します。この昼間からねそんな目立つことやるのかっていうのはありますけどね、夜にやった方が明らかに目立たないと思うんですが、まあ、昼間に下手人が現れたのであればこれを成敗していきます。数はどれくらいいるんだというところですが、まあ、斎藤、長倉、それに沖田と、メンバーは揃ってますからね、このまま下手人どもを切り捨てていく。まあ、名のある獅子であれば別ですけど、このね、メンバー相手に、なかなか勝てないでしょう。敵も佐野助も出てるしね。今一番前に出てるのが土方ですね。まあ、土方がだいぶ数を片付けてくれそうなそんな展開です、まあ、土方の経験値を稼ぐというふうに思って積極的に戦っていきましょう。あんまり戦略的な、あるいは戦術的なことは考えずに、とにかく突っ込んできます。多分ね、やられることはないんじゃないかなと思うんで、このまま進んでいきましょう。
まあ、後ろとか取られると予期せぬ事故が発生したりする可能性があるので、後ろだけ取られない位置取りだけ気をつけていきます。あとはもう全員前へ前へと出ていきましょう。お、強いな。まあ、ただ我々の敵ではない。最後は土方でとどめを刺しましょう。これで全員捕獲です。土方は経験値400通り。サムスケも頑張ってくれましたね。知名度が70上がった。では戻ります。続いてイベント始まります。幕府の直参になれたよっていうところですね。まあ、今までは会津藩お預かりっていう立場だったと思うんですけども、これが幕府の直参になったというところで、まあ、格が一つ上がったというところですかね。ただ伊藤貸太郎断った方がいい。このあたりはね、貸太郎と、まあ、近藤一派との確執が生まれ始めつつあるところ、まあ、イベントの中で書かれているのかなと思います。はい、最後斎藤はじめが貸太郎の弟子になるという話ありましたけど、これ実際には斎藤はスパイなんですよね。貸太郎一派に潜入するスパイとしてね、斎藤はじめは、まあ、向かっていくというところになります。怪しげな浪人の瞬間、これ尋問しましょう。何者だ。いきなり切りかかってきたら切り返しましょう。身ぶろめ、まあ、言われましたからね。ここでも経験値稼ぎをさせてもらいたいと思います。まあ、負けることはねないかなとは思うんですけどね。しっかり、あ、変な方向向いちゃったけど大丈夫か。まあ、一緒に同行してくれてるのが斎藤であり長倉なので、まあ、ここでねやられることはないと思うんですけど、斎藤が貸太郎一派の方に一旦出てしまうという事情もあるので、誰を同行させるかもう一度考え直しましょう。佐野助とかに変えますか。斎藤がいなくなった後は長倉と、あとは佐野助に同行してもらいたいと思います。
さてまた今度は武田と馬越くんの男同士の話が進展ありそうですね。さあ武田が薩摩に通じている可能性ありということなんですが、どうしようかな。武田はね、今特に役職にはつけていないので、まあ、このまま泳がせましょうか。はい、久しぶりに小鶴ちゃんが来ましたね。小鶴ちゃんは一度土方が身請けを申し出たんですが、あっけなく断られた。その小鶴ちゃんです。どうした？まあ、確かにね、小鶴ちゃんのところはもう行きづらいってなって、この料亭立花に全然立ち寄れてなかったんですけど、その小鶴ちゃんから垂れ込みですね。老子が悪事を企てていると。いうことなので休校します。今日中に西国に旅立つ。これは小鶴ちゃんを信じて出動しましょう。一度は愛したその女の子の言葉を信じて、やってきた甲斐がありましたね。では成敗していきます。これもイベントバトルかな。数はね、揃ってますね。なので、確実に倒していきましょう。で、同行者はですね、東堂平助と長倉新八にしました。まあ、手だれですね。十分に、どこで誰に狙われようとも、この三人であれば、撃退はできるかなと思います。さあ、これで全員倒しましたね。狩猟閣の轟き何がしかな読み方、ちょっとごめんなさい、勉強不足でわからない獅子ですけど、まあ、彼を取り逃した以外は全員倒しました。じゃあ久しぶりに立花に寄ってみましょうか。いない。小鶴はいない。じゃあ賊を倒した景気づけに境界石を食べて、戻りましょう。はい、では今回はここまでにさせていただこうと思いますが、土方の思想論がですね、夕飯討伐に変わってますので、そこだけねご覧いただいて、次回またこの続きを、プレイしていきたいというふうに思います。